普段からまあいろんな画家であるとかイラストレーターであるとか漫画家であるとか、まあ、ヨーロッパの文化であるとか、なるべくこう普段からその手のものをいろいろ取り入れて、まあ、日々勉強はしていますけれども、自分の好きな画家ではレンブラントの光の使い方であるとか、あとミレーだとか、そうですね、ホイスラー、大友克洋、メビウス、まあ他いろいろ。今回はそうですね、まあ枠にとらわれない新しい発想でデザインするっていうのを、まあ自分の中でコンセプトとして挙げてます。人間の中身については、これは、設定としてなんでしょうね、年齢ですとか、職業、生い立ち、性格などの、まあ、設定資料というものをまずテキストでもらってますので、それをもとにデザインをするんですけれども、まあ、主に、何でしょうね、生活風土や衣装のデザインに関しては、まあ、今回はどこの世の中にどこでも見たことがないようなデザインっていうのを、まあ、発想しようということですね。自由な発想という意味で、まあ、ガブラスの鎧のデザインとかなんですけれども、まあ、今まで鎧のデザインかなりしてきたんですけれども、まあ、今までは比較的実在する鎧からイメージをして、それの発展型というものをデザインすることが多かったんですけれども、今回は、まあ、なるべく違うところから発想しようということがあったので、まあ、ちょっと自分の趣味でもあるマウンテンバイクのこうなんでしょうね、プロテクターから逆に、未来のデザインから過去のデザインをデザインするような、逆転の発想みたいなことをしてみたりとか、デザインが思い浮かばなかったりネタに詰まった時などに、まあなぜか背後、かかとやお尻や背中からデザインしだすとスムーズにアイデアが浮かんだりすることが、これ自分でもよくわからないんですけども、そういうことが多々あるので、まあ今回の12の中でも背後からデザインしたキャラクターというのはかなり多くなってますね。まあ、正直デザインしていた時よりも想像よりもいいものができていると思います。まあ、この辺はこうスタッフと、その担当のスタッフとセッションするような形で、なんでしょうね、新しい FF12 ならではのキャラクターの表情であるとか表現であるとかっていうものを作り上げて、それが成功したんだと思いますね。まあ、なるべく、スケール感を出してあげようということで、ゲームの最初の方に出てくる、まあ、ラバナスターであるとか、あの辺ですとこう自分が狙っていた、まあ、スタッフが狙っていた広さというものを表現できたと思います。まあ、例えばもう一度 FF12 を作れと言われても、多分それほど作り直したからといって進化するところがあるかと言われれば、まああまりないと言えるぐらい限界まで作り切ったと思っています。まあ、それは当初予定していたクオリティともそれほどかけ離れたものではありませんし、まあ本当にいろいろな要素によって制限は変わってくるので、まあ一概に他のゲームとは比べられないんですけれども、 F12 というゲームの中では、まあ、やりきったんじゃないかという感はあります。一つ一つの作品は、まあ、完結してもまた新たな物語が新たなクリエイターによって創造される、続ける
作品なんじゃないかな。